Festival TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムです。今日も音楽のお話ししましょうよ。ありがとうございました。すごいっしょ。忙しい。全然忙しくない。夜勤を吐いて旅に出ようぜ。All right, Festival TV 始まりました。今回ね40回目なんですよ。イエーイイエーイということで、今日スペシャルゲストをお迎えしておりまして、踊ってばかりの国の下津さんです。よろしくお願いします。イエーイ。いつもお世話になってます。いや、もう常連さんじゃないですか。常連ですね。1年半ぐらい前ですか、ソロでやって。そうです ね、コロナになってすぐ配信の、自宅からのね、弾き語り映像を流させていただいて、でそっからまたバンドもね、そうバンドもやって、だからそのバンドとそのまあソロのものもですね、もちろん YouTube にアーカイブされてるから、それフルで見たい人はどうぞ。でもここでスペシャルに、はい、ソロのものもですね、なんかちょっと紹介したいと思ってまして、はい、皆さんもう少々ねお待ちください、で、この40回目の、配信、実はね、Festival TV、ルーツはここなんですよ。ここ始まりなんですよ、ね。ここ始まりなんですよ。その当時はね、キーンストリームという番組名でやってまして、でいろんなゲストをお迎えして、3度目にして、3度目の出演にして、やっと、そう、やっと、ここに来れました。そう、俺たちもね、ここ、本当に久しぶりに戻ってこられて、なんかね、懐かしい。でも、もちろん、下津さんにとっても、ルーツになる場所、あるんじゃないですか。はい、どこですか。僕関西出身なんですけど、関西やとやっぱ地元のライブハウスとかになっちゃいますけどね。東京だとどこだろう。吉祥寺のスタジオですかね。どんなことを覚えてる。例えば関西だともしかしたらそういう夢を持ってそういう音楽でやっていきたい、でもやっていけるかどうかは分からない、強い気持ちだけがあったとか分からない、どういう思い出がある。どうですかね。とりあえずそのノルマっていう制度が日本のバンド文化にはあって、チケットまあ1500円だったら20人呼ばなあかんとか、最初そんな20人もお客さんいないんで、もうそればっかりでしたね。もうどう駅前でチケット売ったりしてるんですけど、誰か分からんからその通り行く人はどう駅前で売ってたんですか。もう弾き語って歌ってでライブあるんですけどみたいなことを、大阪難波駅っていうわーお、ある意味実演ですよね。もう実演販売ですね。実演販売って、実演販売どうでした。うまくいきました。どうなんやろ。でもまあ東京に来て今ここにこうしてるってことはうまくいったのかな。うまくいった。で東京はどうですか、ルーツの場所は。ルーツはそうですね、初めてファーストアルバム出した月に出てきたんですけど、でその時に僕ジョージさんにもお会いしてるんですよね、他番組で。そうだからすごいね、東京に出てきて優しいお兄さんに出会ったっていう印象が。いや嬉しい、ほんまに。あ、いい街やんって思ったっていうの。そうで俺さっきね、2人で話してちょうどそれが出てきて1ヶ月目とか1ヶ月目とかでした。初めてのテレビ出演で、あっがジョージさんの番組で。そうなんですか、はい、お好み焼き屋さんに行ってね。はい、だから
ルーツっちゃルーツかもしれないです。東京の拠り所っちゃ拠り所かも。だからすごいなんかね、一周してきたなっていうものをちょっと感じますね。なんかね、すごい嬉しい。もう30も回っちゃいました僕も。言うてる間に。いや、僕50ですよ。いや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 。見えない見えない。見えない見えない。下田さんはね、そう30じゃなくて29ぐらいに見える。上司だって50じゃなくて49に見える。うるさい。うるさい。このね、これをこれで迎え入れてくれました、ね、いや本当本当。吉祥寺のそのスタジオはレゲエとかの犬式だったりとか、うん、ドライ&ヘビーさんだったりとかが昔レコーディングとか練習してた場所なんですけど、そこに運よくパッと何も知らずに練習する場所として行ったら、うん、もうあ、じゃあもう次の月からレコーディングしようみたいな言ってくれて、もうそうですね、7、8年ずっと踊ってばかりの国、そこを行ったり来たりしてますね。へ、うん、東京のレゲエに最初に触れた場所かもしれないです。レゲエダブに、ドライアンヘビーもね、めちゃめちゃいいバンドだしね、めちゃくちゃ好きで、うん、よく見に行ってましたね若い時。あ、じゃあレゲエとかも本当その辺も、そうですね、うん、ブルーハーブさんもそうだし、あれドープなちょっとブラックミュージックが超好きで、よく関西に彼らが来たら絶対行ってました。うん、じゃあ割とそういう音楽を聴きながら育って、東京に出てきて、そうですね、父の友達だったりとか、その親父がサーファーなんですけど、お、僕の父親が、だからキーンに仲間いっぱいいるよ。いえ、お父さんサーファーだったの？もうでも今腰言わしちゃってロングボード時々乗るかなぐらいなんですけど、うん、音楽とか、そうですね、オールマン、ブラザーズバンドもそうだし、ウェイラーズだったり、ジミー・クリフだったりとか教えてくれた、まあ父親です。おう、うん、わお。で、まあ節目なんです、40回目の配信、はい、ごめんね自分のことばっかで、全然全然最高ですよ。でもその節目って、例えばもう踊ってばかりの国だって10年以上もやってるんじゃない、12年目ですよね、はい、でどうですか、振り返ってみて、あの瞬間が節目だったなって、そっから第2章が始まったとか、そういうのってありますか？なんか結構外から見てたら、こうライブだったりアルバムのリリースだったりとかで節目になってるような感覚になることもあるんですけど、でもよっずっとこうコンスタントにバンドやってる身としては、なんかある日突然メンバーの一人との関係がちょっとパッて変わって、音楽性もそこからこう急激に違う方に行ったりとか、だから、うん、かいつまんでこの日だなみたいなのはないですけど、すごい日常の中にそれがポンってありますよね。え、どうして変わるんですかね、その、ね、やっぱこう家で聴く音楽ってみんなバラバラで、それが5人集まって音楽作るんで、うん、1人がちょっとでもバランス変わったら曲調が変わるんですよね、その作る音楽というか、なんなんやろ、ちょっとあの陸上とかのリレーに似てるんかなと思うんですけど、一人がちょっと足くじいたら全員負けちゃうし、一人がめちゃくちゃ速かったらそれ追いかけてったら勝てるしみたいな、ちょっとなんか、しかもそれを長期的にやってるなっていう、なんかバンド活動してて思います。短期だとその、まあ、微調整っていうか感覚はそんなに変わらないからいけるけど、でも長期だと、長期で見ちゃうと、難しいんだね、全然違うバンドになってるやんみたいなこともあったりとか、まあ、僕らだけに限らず、そうだよね、うん、他のバンドさんもそうやと思うし、まあ、ヒップホップだってそうやと思うんですけど、うん、何人かで集まって何かを作るって、そういうことなんやなって、こう最近やっと12年目ぐらいで焦らずに対応していったらいいもの生まれるんだっていうのを身をもってこう感じてますね。じゃあ変化を楽しめてるっていう。楽しめてます、めちゃくちゃ楽しんでます、okay、最近。楽しめてなかった時期もあった、うん、もう不安でしょうがない時期とかあったっすけど、うん、そうですね、でもやっぱそういう時もやっぱダブを聞いて落ち着けてましたね。内田さんのねサウンド、内最高だよね、最高です、最高最高。今友達のバンドのピオペレートをしてて、うん、やっぱ
最高ですよね。そう、僕の友達もやってて、多分共通の友達いっぱい実際にいたりとかすると思うよ。あのインスタグラムの共通の友達結構多いですもんね。そう、俺もねインスタ見てるよ。めちゃくちゃ見てます。弾き語ってますね。弾き語りしてるね。いや、そうですね。もう眠れない夜は必ずしてるんで。俺結構さメッセージ送ってるの。仕方ですよ。いや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 、もうすっごい数で、ね、乱視で乱視で追いかけれないんですよね。コメントちっちゃすぎて申し訳ない。いやいやいや、で今日実はアコギを持ってきてくれたんですよね。はい、おそうなんですよ。昨日もねライブで、あ、ごめんなさい、ライブでで曲をやって、はい、くれるんですよね。歌います。歌います。 OK、 じゃあ本当ありがとう。40周年、いや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 、40周年、40周年行きたいですよこの番組。40周年、40回目 の、 あの配信の記念でね、記念で40周年まで行くぞって。そうそう、40周年毎年よろしくお願いします。40年後まで響くように歌います。Just a fun to for me, bon, you be the nuts of the air. Curtain 越しにオリオンを見たのは各地さくて。煙くゆらす満月の夜と君の涙で。サムタイムなるとランジスタラジオ夜を切り裂いてよ。いつものコーヒーの入れ方を真似て。UFO の話まっすぐ話して音もなく飛ぶカモメ見て泣いて僕たちはさっそう流れてくのよ夕日食べて夜を呼ぶ海と死ぬ時まで一緒にいた跳ねたビートが作り出してる現象を僕たちはさっそう流れてく I could just a one two for me リボン指でなぞってエルボーカーテン越しにオリオンを見たのは各地さくて煙くゆらす満月の夜と君の涙でサムタイムなるとマンジスタラジオ夜を切り裂いてベイベー色とりどり夢に飛び込み野生の味の滝飲んで頭の中で鳴る雷タリラリラトトン街は浮かれてるから聞き分けのない雨が僕らの毎日は変わりそうなくて音楽の端々を脳みそに打ち込んでくたび見たのは各地小さくて煙くゆらす満月の夜と君の涙でサムタイムなるとランジスタラジオ夜を切り裂いて I get just a one, two, four million、yeah、赤く小さくても夜を切り裂いてよ I get just a one, two, four million
で歌うのすごいっすね。そうそうそう、これね、あ、そうです、あのキーンの本社であの収録してるんですよ。そうなんですよ。こっち側はこうファンキーな感じですけども、そうそう、向こう側はすごいお仕事スペースの、そうそう今日あのね、そういう会社にあの人が少なくて、あの、そうそう、そうですね、本当ね、俺たちだけでよかったですよ。いや、でもね、いたら多分みんなね、 この辺に集まってますよ。いやいや、集まってますよ。いや、あの、照れちゃってるっすね、ちょっと照れちゃってるっす。あの、人間ってさ、欲張っちゃいけないなって思うんですよ、はい、この一曲、なるほどですね、一曲はね、最高だった。なるほど、まあ、一曲、まぐれみたい、まぐれかもしれないですもんね、一曲だけやと。あ、そう思いますか？ということが言いたいんかなと思いまして、うん、あの、うん、あ、うん、あの、うん、うん、うん、あ、うん、あの、じゃあもう一曲、いや、イエーイ急遽大丈夫ですか、yes、しほさん、最高でしょ最高でしょ OK、すいません、お願いします。ちょっと、そうですね、明るい曲を。Always beautiful, you're beautiful, you're day by day. Oh, beautiful, you're beautiful, you're day by day. Oh no, oh. いたずらした夜、秘密の言葉、あの月を踏みつけ。天に昇れるって信じてる、そんな奴に歌うね。ああ、当たり前の嘘と汚れた世界に心折れちゃうね。今夜だけは、そう今だけは、リアルのふりしてるぜ。みんな手をつないで、夢の話や愛の形を。 Oh, beautiful, you're beautiful, you're day by day. あの時の涙は忘れずに行こうな、これは約束やで。傷がついてたくましくなってって、ほらギターと同じやね、yeah。 窓を開けて空に思い馳せて、メロディーを待ってるね。今夜だけは、そう今だけは、リアルのふりしてるぜ。最高、ありがとう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 。
2回ともまぐれでかっこよかったです。いやいや、かっこよかったですね。ありがとうございます。自分で言っちゃったで、実はねもう一曲もあるんですけど、はい、それアコギではなく、まあでもあの家で演奏した時もそれもアコギ。そうですね、家で基本的にアコギででやりましたよね。はい、はい、で、はい、まあ今日はですね、踊ってばかりふりの、はい、下本さんをお迎えしておりまして、もちろんソロもやってるしバンドもあるしゴッドも、まあ、いろんな活動してるんじゃないですか、うん、自分の中ではどう区別してないと、どうですか、結構その僕のバンド感になってくるんですけども、うん、そのなんていうんですかね、やっぱ人間が変われば音も変わるっていうのがやっぱあって、基本的に僕がアコースティックギターと喉だけで作るんですけど、うん、それを持っていく人によっても全部音が変わっていくので、うん、そういう風に楽しんでるかもしれないですね。その、うん、こういう曲調はこいつらとやりたいとか、こういう再建なノリは踊ってばかりの国でやりたいとか、うん、だから逆に言うと友達のキャラが豊富なんかなって思います。そのいろんなバンドをやるってことは、いい、なんかキャラの濃い友達に恵まれてるというか、うん、でもそうですね、分けてるっていう感覚はあんまないかもしれないですね、うん、そういう選択肢ってもちろん最初からあったっていうわけではないですよね、うん、そうですね、ゴッドだったら、まあ、例えばゴッドってバンドだったら、うん、フジロックに2017年のフジロックに全員出てたんですよね、そのメンバ ー、はいはいはい、そこでなんか日本最強のバンドやろうって言い出して、でなんかそういうストーリーがあって、okay. しかも友達キャラ濃い友達がそこに乗っかってきてみたいな、やっぱその物語プラス出会いがやっぱあって、やっとバンドになるなっていうのはあります、ね、キャラが濃い人って、はい、面白いんじゃないですか。いやもうだからジョージさんも僕の友人なので、うん、もうエントリーされてます。おキャラが濃い、キャラが濃いグランプリに、あよかったよかった、グランプリ、グランプリも全然、はい、その1位っていうのは発表される日っていつ頃ですか。40周年、40周年の時に金のさ、okay. まあ、今日はねもちろん下本さんをお迎えしておりまして、はい、今後どんなことを考えてるんですか。今後はまあ、ちょっとアウトドアブランドの番組で言うのもあれなんですけど、ちょっとこの野外の、うん、来年は野外のライブを攻めてやっ、あの攻めなんていうんですか、攻めてやっていこうかなみたいな、うん、山の方海の方に攻めていこうと思ってます。踊ってばかりの国は、それ自分たちの単独のライブとか、まあ、自分らでも、まあ、櫓的な組んで、うん、もうライブアンプドラムセット並べてお客さん来てもらってみたいな流れとかやりたいなとか、うん、あと野音狙ってますね。野音はね、そうやりたい、ね、そうやってもらいたいですね、うん、とりあえず青空、星空の下で音響かせる1年に来年はしたい、ね、Outside better。 そう私たちもね、そういうなんかそういうスケジュール合えば、そうですね、うん、一緒にパーティーしたい、ね、なんか一緒に、ね、やりたいですね、うん、青空の下でそういう音楽楽しみたいですね、太陽と笑顔のパーティーみたいなしたい、ね、yeah、 したいですね、したいですね。で今日はじゃあ、はい、そのちょうどこの、まあ下本さんは僕がやってきたテレビ番組とか、まあ、あのラジオ番組いろいろ共演してきたんじゃないですか。でもこの、まあ、僕が金に来て、番組に最初に登場したのが1年と5ヶ月ぐらい前だったんですよね。そうですね。でその家で、うん、でその何を覚えてる？ね、とりあえずその配信自体が、配信ライブっていうもの自体が僕初めてやらせていただいて、金さんのその企画で、もうこれでいいのかなみたいなの連続でした。 iPhone だし、その撮影してるそのガジェットというかカメラみたいな、 iPhone の映像をお客さんに届けていいのかみたいな、もうそういう、なんだろう、もう根本的なことばっかり悩んでましたね。あと本当初期の、ね、初期の、あと音とか届くんかなとか、うん、だからこの1年半というか1年5ヶ月ぐらいで配信スペックが日本全国バーンが上がりましたよね。そう
本当だったら多分5年10年ぐらい5年ぐらいかかってたものが、うん、かかその1年でガーって上がりましたね、うん、じゃあそれがね1年5ヶ月前ででフルで見たい人はですね、うん、もちろんこれキンジャパンの、まあ、YouTube、うんにそれアップされてますがここでそれを見ながら、はい、1曲を見ながらですねお別れにしたいと思います、はい、本当今日はありがとう。いやいやこちらこそ引き続きね仲良くはいもうズブズブの関係でお願いします。そうコインだって俺超嬉しい最高っすよ嬉しい。いや本当感謝しております、うん、ありがとうございます。踊ってばかりの国の下地さんでした。ありがとうございました。 See you then everybody。自負心自尊心病を肩に乗せて行ったり戻ったり忙しい人へオーデボラもミスター・ジョーンズもいないでしょう。黒髪束ねてブラインドタッチで世界を動かす数字の山と僕らはもう折り合いつけないでしょう。少し遠い